人種差別ですか。私はね、大人差別、子供差別ってものをね、よく感じるんですよ。お子様ランチってあるでしょ。お子様ランチって、私みたいなのが頼むとね、なんかちょっと気が引けるんですよ。子供しか頼んじゃダメ。でも払うのはお父さんお母さん。なんだそれみたいなね。お子様ランチに突っ込んでいました。まあ、ちなみに、レディースセットってのもありますよね。じゃあメンズセットってないの <laughs> って思いますけども。 レディースセットがあるってことは、まあ、あの、古い文化で言うと、そういった定食屋とか飲食店っていうのは男性が使うものっていう先入観があったのかもしれないですね。で、男性のサイズで食べる食事を女性が不自由な思いをして食べてるのに配慮して、レディースセットみたいなね。でも、男性が食べる定食は590円なのに、レディースセットが880円。どういうこっちゃまあどういうこっちゃこれは。何をやってるんだ 思ったりするそんな日曜でございましたいってらっしゃい